田辺瑠衣、石飛エリカの帝王大附属高校潜入部。はい、メリークリスマス、鬼川夏役の田辺瑠衣です。はい、メリークリスマス、東方優希役の石飛エリカです。そして今日もゲストさんが来てくださってます。どうぞ。先生、メリークリスマス、大場美里役の小岩小鳥です。よろしくお願いします。お願いします。この番組はですね、アプリゲーム六本木サディスティックナイトの魅力を余すところなくお伝えするため、私たちがその世界観に潜入し、より深いところにあるその楽しさの真髄をお伝えしていこうという番組です。ぜひ皆さんチャンネル登録をして、さらに通知をオンにして見逃さないように楽しんでください。今回はこんなことをやっていきましょう。7周年ボイス学年生アフレコ with 美里。今回もですね、前回の春編に引き続きまして、ゲームに念願のボイスが実装される記念としまして、生アフレコをやっていこうじゃないかと思っております。主人公役はもちろん私、石飛が務めさせていただきたいと思います。もちろんですよ。はい、はい、夏と勇気、美里が絡む珍しいシナリオがありますので、うんうん、早速やってみたいと思うのですが、まずはお話のあらすじを紹介してもらおうと思います。ひょんなことから夏、美里、東華との約束がトリプルブッキング。しかも全部同じ遊園地でのデートの約束。修羅場。今さら自分の非を認めることができず、しかしバレれば三股やろうとして株がガタ落ち、進むも地獄、引くも地獄、ならば3人との同時並行デートを決意する主人公なのよ。決意しちゃった決意しちゃいました決意すな決意すなと思いますけれども、じゃあ早速ね、私が操作をしてやっていきたいと思います。はいはい、よいしょ。うわうわいや、始まり方いいなと思って喜んじゃったみたいな。最高。先生、カメラあっち。ポーズしよう。無理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 。鬼川は楽しんでいたようだが、俺には地獄だった。徹夜明けでフラフラなのに。そりゃきつい。すごい、体まで使ってる。マジ最高だった。もう一回乗ろうよ。いや、ちょっと休ませて。あれだけでへばるとか、酒の。その時スマホにメッセージが入る。だろうな。もうすぐ着きます。私夏もやってんのに。もうそんな時間か。あ、俺ちょっとトイレに行ってくる。まさか白金。鬼川はここで待っててくれ。それじゃあ。俺はすぐにその場を抜け出し、一つため息を吐いた。ここまではただのデート、問題はここからだな。一層気合を入れ、トイレではなくエントランスへ走った。エントランス前まで来て速度を落とす。服と息を整え、何でもないふりをして挨拶をした。お待たせ。それじゃあ行こうか。うん、楽しみだね。浜松さんも随分早かったんだね。何言ってるんだよ、時間通りだろ。でも1時間も前だよ。え？その言葉にようやく何かがおかしいことに気づく。待てよ、あれ、美里？なんで美里がここに？美里との待ち合わせは12時だから、まだ1時間もあるはず。11時に待ち合わせてたのは東華の方だ。ひどい。最低。なんでこんな早く。楽しみすぎて早く着きすぎちゃった。かわいい、かわいい。浜松さんも同じだったんだね。浜松さんも楽しみにしてくれてたのかな。私たち似た者同士だね。なんだか嬉しいかも。ああ、俺も楽しみだよ。体使ってくる。家にいるのも暇だし、早く出て辺りを散歩して。
戸惑いつつもここは美里に合わせるしかない。ねえねえ、この服どうかな。くるりと回って下から覗き込むようにして尋ねてくる。どうって？あ、そういえば今日のために買ったって。ああ、すごく似合うよ。うん、夏服だからまだちょっと早いかななんて思ったけど、そう言ってもらえてやっぱり買ってよかった。美里がそんなに楽しみにしてくれてたなんて嬉しい。だけどこの状況でこんなに早く来られるのはまずい、非常にまずい。バクバクと鼓動が速くなる。ちょうどその時遠くにトウカの姿を見つけた。トウカ、どうする、とにかく一緒のところを見られるのはまずい。それじゃあ中入ろうか。俺は美里の手を引いて急いで中へと進んでいく。あ、そんなに慌てなくても。せっかく早く着いたんだからその分楽しみたいから。確かにそれもそうだね。丸め込み逃げるようにしてとにかく園内に入った。最低最低だ最低だ。ひどい、なんちゅうやつ。何から乗ろうかな。リニューアルしてアトラクションが増えたらしいね。うん、新しいものから乗ろうかな。浜松さんは何が好き？うん。一緒に歩きつつも視線は手元のスマホに向けていた。待ち合わせ場所着きました。どこにいますか？俺はお腹を下しているから少し待っていてほしいと返信する。最低だろ。浜松さん聞いてる？ごめん、なんだっけ。だから何から乗ろうかなって話。そうだな、こうなったら美里を一度奥のエリアに誘導するしかないな。ひどい。あそこなら鬼川とも十日とも勝ち合う心配はないはずだ。俺はパンフレットを開くと奥の方にあるアトラクションを探した。あ、ここ、これに乗ろう。これ勇気出ます？え、これ勇気出ない？これ出ます？出てないです。え、勇気もしかして出ない？え、嘘でしょ、私ずっと主人公すんの。え、出るかもしんないから。期待してた。逆にね、だって先生たちも分かってるはずじゃん今。そう、あれ出てくるっけなみたいな。でも分かんないから、出てくるかもしんないから。じゃあ読んでみよう。じゃあ進めてみよう。うん、びっくりした。へぇー。わあ、ビュンビュン景色が飛んでいく。次の瞬間コースターが加速し水に飛び込んだ。景色より水の方が飛び込んでくる。嘘だろ、これってただのジェットコースターじゃなかったのか。場所だけで選んだため確認を怠っていた。冷たいけどこれはこれで楽しいかも。なんでこんなに水しぶきが飛んでくるんだ。楽しいね浜松さん。楽しそう。美里が話しかけてくれたがそれどころではない。またコースターが加速し水に突っ込んでいった。無理。罰受けてますね。ちゃんと罰受けてる。あららら。お互いびしょびしょだね。浜松さん、大丈夫？水に濡れて服が肌に張り付いている美里が目に入る。これは最悪な時間だったけど、いいものが見れた。しみじみ言わないで。思わず見とれていると恥ずかしそうに笑みを浮かべた。せっかくの服が台無しだね。楽しかったから全然気にならないけどね。ええ子や。それならよかった。認めている場合じゃなかった。そ
そろそろ東華のところに行かないと。そう思っているとスマホに着信が入る。誰だろう来るんじゃない、どっちだ見ると鬼か。夏だった。夏か。まずい、こっちもしびれを切らしたか。ごめんちょっと電話出てくる。はい、行ってらっしゃい。いい子や。ずっとトイレ行ってんでしょ。美里に声が聞こえない距離まで離れた後、電話に出る。もしもし。遅すぎ、何してるわけ。鬼川になんて言って抜け出したんだっけ。確かお腹を下してだったかな。そのまだお腹が痛くて来そうになってトイレ行ったんじゃなかった。嘘つき。そうなんだけどお腹も痛くなってきて、もう上からも下からもで大変なことになって。そんな下品な説明いらないから。待って、電話口から子供の声とか聞こえるんだけど。あらちゃんと本当にトイレにいる。鋭い。トイレで子供に懐かれてて。そんなことあるか。とっさに出た言い訳に自分でも呆れてしまいそうになる。話してくれないから一緒にはしゃいじゃっててさ。トイレでとにかく早く戻ってきて。短く言うとブツッと電話は切れた。焦った。東華のところにも早く行かないといけないけど、ゆきのところにも行かないと。鬼川の我慢も限界そうだし、これ以上待たせたら怒りが頂点に達しそうだ。この場合どちらに行くべきなんだ。東華を待たせるのは心苦しい。でも鬼川にはもうすでに2回嘘吐いて待たせてる。嘘ついて吐くに引っ張られすぎ。これ以上引き伸ばすのは難しいな。東華まだ迎えに行ってないよ、確かに。それに東華は優しいから待ってくれそうだ。優しそうに突き込んでやがる。これそうなればよし、鬼川の方へ行こう。最低だこいつ。浜松さん大丈夫。ああ平気。その美里は服を乾かしておくといいよ。何この上からいいよって。その格好じゃ動けないしな。やっぱりそうだよね。俺何か食べ物でも買ってくるよ。美里はここで待ってて。うん、わかった。あのジェットコースターも地獄だったけど、美里の服が濡れてしまったのはラッキーだ。俺は美里のそばを離れ急いで鬼川のところへと走った。お待たせ。何その格好。トイレで子供とはしゃいでびしょびしょになるって、一体どういう状況なわけ。服が濡れたままなの、すっかり忘れてた。これはそのトイレで子供が。汚いからそれ以上近づかないで。違うんだ、これはただの水だから。普通の綺麗な水。懸命に説明したが鬼川は顔をしかめたままだった。ただ飯が見て、ほら許せないって。浜松先生。東華迎えに行ってすらないし。そうだよ、かわいそう。会ってない。会わずに終わりました。本当だよ、ゆうきどこ。浜松先生役の人べりかです。すごいよかったよ。本当、東かってゆうき役の人べりかでは今日なかったって感じかな。なかったかもしれない。了解です。ゲームに実装される主人公はちゃんと谷口さんが収録してくれますので、はい、そうです。お楽しみください。以上、7周年ボイス化記念ゲームアフレコビズ美里のコーナーでした。続いてはこちら、帝王大附属高校通信学部。ということでね、恒例のお便りのコーナーなので早速読んでいきましょう。じゃあお願いします。
はい、ナイトジュエルネーム古川仁さんからのお便りです。ありがとうございます。いつも楽しく見させてもらってます、うん、ゲストの小岩井さんが美里目線で先生からもらって嬉しいクリスマスプレゼントは何ですかとのことです。お、美里なんでも喜びそうだよね。確かに、うわ、うん、先生がこれだけ考えてくれたってだけで喜びそう、うんうんうん、確かに。なんならプレゼントじゃなかったなんか間違えて持ってきたものとかでも嬉しいっていう。浜松それやりそう、浜松やりそう、浜松やりそう、浜松やりそう。とかでも喜んじゃうと思う。ルタブとかでも喜びそう。そうそうそう、なんかきっとこういう理由があってありがとうございますってきっとなると思う。そういう幸せになってこんな気がします。この番組では皆様からのお便りを大募集しております。ゲームや番組の感想はもちろん、先生たちの日常や六本木で見かけた面白いことなど何でも募集しています。ご応募はゲームのお知らせか動画の概要欄から送ってくださいね。以上、帝王大附属高校通信学部のコーナーでした。ではここで六本木ソディスティックナイトのいろんな告知をしちゃいますよ。アプリ六本木サディスティックナイトではトライアングルラバーズイベントを開催中です。今回のテーマはスケート。氷の上に立つ可憐な小笠原舞に注目です。そしてラブデュエルカードはスケート衣装を着たヒーラーの10日、こちらも華やかですね。ぜひぜひイベントに参加して限定カードをゲットしてくださいね。そして7周年を記念して来年にはアプリ六本木サディスティックナイトボイス化決定です。本編のハイライト名シーンにボイスが実装されます。私も楽しみなので先生たちも楽しみにしていてください。来年2月25日に初のライブイベント開催決定です。その名も六本木サディスティックナイトトーク&ミニライブイベントナイトジュエルファンミーティング。開催は2023年2月25日土曜日ジンザベノアにて、昼の部は開演が14時30分、夜の部開演は18時の予定となっております。出演はですね、花芽類、そして石田恵梨香はもちろん、主題歌を歌ってくださっている川村由美さんが来てくださいます。初の六本木イベントでの主題歌披露をぜひお見逃しなく。チケットはですね、ゲームから先行抽選販売実施中です。両部来てくれた先生の特典が超超超充実しています。5人目 MR あって5連覇チケットがもらえるらしいです。詳しくはこの動画の概要欄かゲームアプリをチェックしてください。200人しか入れない未来人数最低で先生たちに会えるのが貴重な機会なので、ぜひ来てください。7周年に向けてますますパワーアップして展開していく六本木サディスティックナイトをこれからもよろしくお願いいたします。この田辺類石飛恵梨香帝王大附属高校編入は次回は12月28日年内最後の配信でございます。ということで次回も小岩井さんがゲストで来てくださいますので、チャンネル登録をして通知をオンにして絶対見に来てくださいね。じゃあ先生、メリークリスマス。